モーニング、はい、だいぶね日が昇るのが早くなってまいりましたね。アデニーちゃんね、はい、ウキさんも美しく見えてますよ。朝日が眩しいよ。はい、マイナス1度、マイナス2度ぐらいかな。1度より下がってます、まだまだパリパリの朝なんでございますが昨日買ってきたマリンフードとかは寒いのダメやったような気がするんですけど、これがスワーレ。待てやで、待てやで、レン顔見て、集中力がない。レン、ほら待てって言ったよ。集中力がない。座れ座れ座れ、待て、ここで待て待て待て、よし、マレちゃんが反応してるよ。もうよしも待ても何も分かってないよ。芝に目土入れ、終わりました。ロイちゃんはここでお昼寝中、アデちゃんも途中来てくれてましたけどね、家に戻りました。とさっと白樺をね、白樺をここと、ここに、一本ずつ、植樹いたしました。またロイが父ちゃんをちょくっとる。おじいちゃんもうやめなさいおもろいねんけど、ダメダメ、今食べたばっかり。もう家で、家の中でいい子にしてなさい。そこ姉ちゃんおるんちゃう？姉ちゃんおるやろ姉ちゃん僕のハウス。ロイちゃん残念、ストーブ入れといてあげるから。いやでもまだ12度あるで、部屋の中。いらんじゃん。爽やかな朝でございます。気温はねそんな高く、高いかな、 2,3 度あると思います。鳥たちが戻ってきて、山らしい生活になってきましたね。なんたらなんで二人で並んで座っと食べるな、食べるな。お前またよだれつけられてんな。なれんしょ。はい、ノアちゃんですけれども、なんかねお散歩の最初のうちはあまり引っ張らないんですよ。お散歩の最初のうちはあまり引っ張らないんですけども、でだんだん引っ張っていくみたいな感じですかね。後半戦は引っ張り倒しですよ、ほらねえ。跳ね方しとんのおっさん、お前もダメ。まあレンちゃんがこんだけ優しくしてあげてんのにね、まあ、さっきレン怒りましたからね。珍しい、この子が怒るとか。君は遊ばなくていいよ。遊んでももう自分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 で、自分が有利に立たなきゃ気が済まない。ゆりゆり、お前はだめ。ちょっとかつ
てないほどに雨が土砂降りなんですよ。行きましょう。トイレに行きましょう。ロイちゃんも行かないと。ほら、もう台風やでこれ。あ、行こう。嵐も嵐やね。もうロイがちっち行かないですよね。庭に出そうとしたらハウスの中に逃げた。風がやばいな。まあ雨も半端ないねけどな。まあおかげでね散歩行けてないんですけどね。昼ぐらいには一旦やみそうなのでそこでお散歩行きたいと思います。昼休み散歩でございます。アセビだと思いますけどね、スズランみたいな花が咲いてますけど、はい。夕方散歩ですけど霧が出てきてですね、なんかこうすごく怪しい映画の中の世界のような場所にやってきております。わだちの跡がありますが、ここを車が走ってるのは見たことがありません。